進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内側勢ほぼ揃ったスタート、負けないスタートは1番の萩原。さあ1コースから出ていく、マグリニク3番の田中届かず、内をつく赤い馬も届かず、1番の萩原寄せつけません、逃げました。田中のマグリ流れて内をついて4番西村、外は5番の中田が2番テラスに並んできています。スタートは前提正常でした。さあ2番テラスに2人、1番の萩原は大きく抜け出して2幕、4番西村、外から5番の中田は少しターン流れ気味。さあここに後ろ、内から2番の赤岩、差を詰めてきましたが、2番手は4番西村抜け出して。サイアウトが6号艇の坂口めぐる、本番体型は2対4、1番2番3番、4番、5番、6番スタートしました。インから1号艇の小月博士がトップタイミング1マークに向かっていきます。1マークの攻防戦は1号艇の小月が回っていく、3号艇の野村が外を攻めて内を差してくるのは2号艇松田、4号艇の吉田でありますが、インから完封、1号艇の小月博士がトップ、スリット裏では5艇新優勢2マークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手争いは残る5艇が激戦となりそう。1号艇小月の後ろ1周2マークは6号艇坂口、先に回るところ2号艇松田がその外、内を差してくるのは5号艇天野、4号艇の吉田、さらには3号艇の野村。2番手争いは5艇並んで2周目に入っています。小月は1人完全に独走。さあ2番手どうか、一番内にいるのは3号艇の野村、2周1マーク、その外を4号艇の吉田俊彦がまくっていく、内側は5号艇の天野、6号艇の坂口がまくり出そうとしますが、2号艇の松田は完全にここで遅れました。2番手争い抜け出したのは内に3号艇の野村、外には4号艇の吉田、その後ろ2艇身半差、水面の内側5号艇の天野が追っての2周2マーク、小月の後ろ内に切り替えながら4号艇の吉田俊彦が回ってくる、先に回った5号艇の天野と吉田、この2人が若干抜け出したか。